アルマンド・マラドーナ・シナグラ・ジュニオルは、イタリア・ナポリ出身のサッカー選手及びビーチサッカー選手。国籍はイタリア。アルゼンチンが生んだサッカーの天才、ディエゴ・マラドーナの子。マラドーナが、ナポリ在籍時に、愛人のクリスティアーナ・シナグラとの間に設けられた。マラドーナ本人は認知していないが、裁判所は、彼の隠し後の養育費の支払い義務と、 マラドーナ生を名乗ることを認めることを命じた。ジュニアが16歳の時、イタリアで開かれたチャリティーゴルフ大会に出場していた父、マラドーナと再会し、40分間不死二人きりで話した。会話の内容は、不死以外誰も知らず、不死とも明らかにしていない。マラドーナシナグラジュニオルは1997年の11歳の時にナポリのジョバニシミに所属し、 2001年には U-17、イタリア代表にも選ばれた。2005年に、エッチェレンツァのエミリア・ロマーニャ州に所属する、チェルビアでキャリアをスタートさせる。半年間の在籍だったがカンピオナートで、チェルビアのセリエディ昇格に貢献し、2006年1月に、エッチェレンツァのカンパーニア州リーグのインテルナポリに移籍。しかし、出場機会に恵まれず2007年2月に、 同じカンパーニア州リーグに登録していたクアルトに自身の活躍を願って移籍した。マラドーナシナグラジュニアこそ1ゴールだったが、セリエ D 昇格をかけたプレーオフまで順位を上げた功績は大きかった。そして2007年12月からセリエ D のベナフロでプレーし、2008年1月21日のオリンピアアニョネーゼ戦で40メートルのロングシュートを 叩き込みこれが遺跡後初ゴールとなった。その後はビーチサッカーに専念していたのもあり、2008年12月にボーイズ・カイバネーゼ役アルトに復帰するも以前のような活躍は見せていない。ビーチサッカーではビーチサッカーワールドカップのイタリア代表に選出された。2009年夏のビーチサッカーワールドカップではキャプテンとして出場し決勝まで導くもブラジル代表に敗れた。 しかしその存在感と親譲りのテクニックは十分なほど見せつけた。ありがとうございます。